はい、激辛マニアユッキーです。今回食べていくのはこちら、北極ラーメンの、北極ブラック、限定、セブン&アイ限定です。富山ブラックっていうのは、ね、知ってますけどね。カップラーメンであるんですよね。富山ブラック。まあ、それの、まあ、多分、まあ、パクリ商品というか、なんですかね。うん。よしと。これなんで黒いんだっけ、これ。あ、食欲爆走、焦がしニンニク、黒い激辛味噌、だそうです。富山ブラックって。よし。いただきまーす。あ、もう。あ、結構来てる。あ、辛い、これは。これは辛い。ニンニクの香り。うん。でね、あね、喉にね、息を吸うと、北極ラーメン特有の、目をすすると、咳込むっていう現象が、しっかり起きてます。うん。あ、辛い。あ、北極ラーメンってこんなに辛かったっけ？カップラーメンのタイプの。店での北極ラーメンはとんでもなく辛いんですけど、カップラーメンの方は、それの半分ぐらいの、辛さなんです。富山ブラックを、ウィキペディアを見てみますと、富山県富山市中心に、発祥したご当地ラーメン。由来が、1955年頃に、富山市中心部で、富山大空襲の、復興事業に従事していた食べ盛りな、若者の昼食として、また汗をかく肉体労働者のための塩分補給として、醤油を濃くしたスープのラーメンを作ったのが起源。あ、辛い。あ。これ醤油なんだ。んここに焦がしニンニクって書いてあったから、焦がしニンニクのあれなんかな。なんか醤油なんですね。ほう。なるほど。もともと肉体労働や運動後の塩分補給、あるいは飯を添えて食べることを意識した味付けであり、総じて塩辛い味付けであることが特徴。
この味付けは客が店に飯を持ち込み、ラーメンをおかずとして食べるというスタイルの中で生まれたものである。あ、そうなんだ。飯持ち込んでも OK なんだね。飯持ち込みが当たり前であった当時、誕生当時の伝統を引き継ぎ、発祥の地である、大輝、西本本店、西町本店では、ライスメニューに含まれていない、ライスをメニューに含まれていないと。ああ、なるほどね。もう持ってこいと。だからもう俺では売らねえぞ。みたいな。スープは醤油の濃度が高く、さらに上から大量の粗挽き黒胡椒がかけられており、胡椒の風味が、強い塩辛さとなっている。トッピングはメンマと海苔などの普通のラーメンと変わりはないが、比較的ネギの量が多い。またメンマが、かなり塩辛い場合がある。麺は太く、少し固めの店が多い。これちょっと気になってきたなぁ。絶対東京にも多分あるだろう。一応、飯、ライスが麺に含まれてないのは本店だけで、他の、店舗、本店以外の店舗とかだと、ライスは、注文可能ってなってますね。で、他にも、メディアとかでいろいろ取り沙汰されてますね。ただこれは、俺が食ったことあるのは、カップラーメンだけなんですよ。だからカップラーメンと店のラーメンじゃ絶対違うんですよ。確定で。東京であるみたいですよ。やっぱ東京だな。ほぼほぼ何でも揃うわ。もう地元じゃったら、絶対揃わない。ない。からね。まあ、いわゆる、あれだな、二郎インスパイア的な感じで、富山ブラックインスパイアが結構あるみたいです。東京で富山ブラックが楽しめる人気店20選。麺屋いろは秋葉原店。とか、うんたらかんたらでいっぱい書いてあるんですけど、なにこれ、本店のその、大輝。大きい喜びと書いて大輝。ラーメン、ラーメンでググると。これ出てこないの？いや、あるだろう、さすがに。東京でも。さすがに大輝のラーメンあるでしょ。食べログ。一応あるっちゃあるんだけど。違いますね。名前が大輝っていう名前だけであって、これ。全く別物だな、これ。
違いますね。ないっぽいですね。うん。ないっぽい。はあ。これすごいね、これね。はい。一応本店が富山県の富山市の、太田口通り、1-1-7。だそうです。うん。そうですね。うん。店名が、大輝の本店。はい。かな？多分、じゃあ東京じゃ大輝はないらしいっすね。できることならば、その大輝っていうところで食べたかったんですけど、まあ、ないらしいと。うん。いうことで、まあ、秋葉原のやつか、まあ、なんかいろいろあるんですけどね。うん。まあ、いわゆる、あれですよ。インスパイアね。富山ブラックインスパイア。富山ブラック、麺屋いろは、秋葉原店。まあ大体ここがなんか一番なんか、うん。ブログとかで書いてありますね。あ、カレー。うん。うん。カレー。カレーな。これまだ俺、スープ飲んでないですからね。スープ飲んでないでこの時点で辛いって結構ですよ。これは。うん。あ、カレー。これは辛い。
れこれ。そう、牛乳ないんだった。牛乳買ってこないといけないんだ。あ、カレー。よし、とりあえずあとスープだけ。うー、カレー。こんなに北極辛かったっけ？あ。あ。うん。スープはね、そこまで辛くないな。うん。うん。そんなに。うん。そんなでもない。他だと、富山ブラック、ラーメン、ダランマ、浅草店。うん。やっぱいくつかありますね。東京一黒くてしょっぱい。あーらしいですね。まあ、基本的に東北地方とか、新潟県とか、山形とか、あと秋田とか、そういったところって結構しょっぱいのが好きな人が多いって聞きますけどね。まあ、富山はどうなのかわかんないですけど。うん。あ、ライスおかわり無料だって、おろしニンニクあります。濃いめできますだって。ペーパーエプロンございますだって。うわ、これ超いいじゃん。ライスおかわり無料とかめっちゃ好きなんだけど、俺こういうの。貧乏症だから、こういうの、おかわりしまくっちゃうタイプ。で、ニンニクも大好きなんで、ニンニクも絶対もらいたいですね。濃いめって書いてある。濃いめもところしたいですね、これね。うわ、これありがてえ。金ない俺にとってありがてえ、ここ。ダランマ。これちょっと行きてえな。うん。ダランマ。最強肉食系ラーメン屋がダランマだって。ほほう。あ、ブラックペッパーがね、ギャバンのね、でっかいやつ。これぐらいのでかさの、500ml ペットボトルぐらいのやつ、ありますね。ほう。たっぷりブラックペッパー振って食べるのが美味しいらしいです。中華そば。これは売店の、機械のところにメニューがあるんですけど、中華そばって書いてあるやつが、これは富山ブラック。値段が700円。おー、いいね。そして濃いめがオーダーできる。一応、ノーマルの状態の、富山ブラックは、東京の人の味覚に合わせて醤油の量を抑えてあるので、濃いめをすることで、本場富山のブラックラーメンと同じ味になる。うわ、これ超いいじゃん。うわ、これ行ってこよう。今度行ってこよう。うわ、これいいね。はぁ。醤油らしいですね。山源醤油という、メーカーの、
富山県産の醤油らしい。普通の醤油よりも濃くて甘いのが特徴。濃くて甘い。甘い。甘い醤油ってなかなか、味わったことないですね。で、これを、2倍の濃度にして薄める。煮詰めていく。あ。もう、その山源の醤油を、まあ、例えば1リッター入れて、寸胴で煮詰めてって半分の量、500ミリリットルになるまで煮詰めるらしいです。はぁ、あ。10時間かけて寸胴でじっくり煮詰めていく。はぁ、あ。丼にタレと魚粉と、無添加昆布粉を、かけて、へぇ。なるほど。だから日本一、何や、東京一しょっぱいらしい。黒くてしょっぱいらしい。はぁ、あ。俺もだって、ラーメンとご飯って、やっぱ、ねえ。いわゆる、関西人じゃ大阪の人と同じで、ご飯と、たこ焼きとか、あとお好み焼きを普通に新潟に住んでた頃からもすでに食べてましたからね。まあ、ラーメンと、ご飯だったら、まあ、結構みんなやってると思うんですけど。あ、美味しい。見た感じなんかこっちの方がなんか美味しそうだな。え？え？え、ダラーマ閉店したらしいぞ、おい。おい。閉店したらしいぞ。マジで。閉店してんだけど。マジかよ。あ、神田店は閉店したけど、浅草店は営業時間を営業しておりますって書いたんだけど。え、嘘？ツイッターで。え？でも、ググって、浅草の、台東区の浅草が閉店ってなってますね。閉業って書いてあります。わからん。どっちが本当なのか全然わからん。やっぱ閉店で書いてありますね。閉店したって書いてあるよ。
わからん。まあ、電話しても、電話した方がいいですもん、これ。うん。今からじゃあ俺が電話してみっか。電話しまーす。電話番号は。あれ？あれ、電話番号書いてないじゃん。やっぱ閉店してるな、これ。なんで閉店したんだろう。まあ、多分理由は一つしかないですね。売れなかった。つまり、富山ブラックは、東京の人には、まあ、味が合わなかったと。味覚が合わなかったってことで潰れたんでしょ、多分。うん。おそらく。あ、書いてあった。電話番号。03の、これね、俺のスマホなんかおかしいんだわ、なんか。ずーっと読み込み中になるよ。電話のね、ボタン押してもね。楽天スマホなんだけど。あの、110番したらね、ずーっとね、読み込み中でね、あの、全然出ないですよ。まあいいや。そうだね、この辛さは、まあ80ぐらい。80。ご視聴ありがとうございました。